ばんは。こんばんは。こんばんはちゃん。こんばんは。はい。3分遅れてしまいました。すいません。こんばんはちゃん。今日は3月の17日の木曜日。木曜日です。の10時半でございます。こんばんは。こんばんはーちゃん。イエーイ。今日はですね、アルパカさんと豆腐くまさんもあれ来てくれています。こんばんは。イエーイ。こんばんはちゃんこ鍋イエイ。はい、久しぶりのショールームかな。どうだろう、忘れちゃったんですけど、久しぶりな気がする。やっぱり舞台のお稽古期間はお稽古が結構なんだろうな、遅い、遅い、一日結構時間をねやることが多いから、なかなか配信できないんですけど、今日は、明日はそんな早くないので朝がやろうと思って来ました。イエーイ。こんばんは。はい、お疲れ様です。こんばんは。皆さんもお疲れ様です。本当にチーム4選手楽1回目ね、今日。そうなんですよ、チーム4の手をつなぎながら公演の千秋楽1回目、3回あるんですけど1回目でした今日。そう、見れなかったんですけど、あのチーム4ラインに写真、今日の集合写真が送られてきて見たら、なんか可愛らしい、可愛いメンバー、みんな可愛いんですけど、なんて言うんだろう、可愛い感じのメンバーが多いなと思いました今日は。特になんかチョコの行方系の人チョコの行方系の人多いなって思って、はいね、ちょっと後で見たいと思います。そう、今日はハツさん、ハツカさん、ヒカルン、ルンバさん、ユイリーさん、カオリン、マチェリンさん、ゆずかちゃん、セナタン、8人でね。千秋楽オンデマンドで見てて泣きました。あーマジ泣いちゃうかも。じゃあ私も、でももうチーム A とかはもう本当に全部千秋楽終わって、もうね終わりっていうことで、急にじゃない、なんか今さ、この間まで全然公演がなかったから、ちょっと急でびっくりっていう感じです。こんばんは。柔らかめ、確かに柔らかめってある。こんばんは。昨日の地震は大丈夫でしたか？大丈夫です。皆さん大丈夫でしたかね。すごい、そうです、東北から関東とかの方、どうなんだ、どこまで影響があったのかわかんないんですけど、少なくとも関東はすごく揺れて、でも結構全国的にね揺れたから、そう、やっぱり SNS 見ちゃうなって思いました、不安で。皆さんは大丈夫でしたかね。こんばんは。停電して朝起きたらついてた。ああなるほど。
改めて村山チーム4が好きだなって。あ、そうですね、まだ新チームでの活動が全然ないからちょっと想像がつかないので、うん、あ、なんてことだ、充電があと 10% だそうです。そんなっていうかコメントが消えちゃった、過去のコメントが。ガビーン、お風呂入ってた、それは大変です。あら、充電があと 10% ということなので、どうしよう、充電器を持ってこようと思います。顔がついた、充電器を持ってくるぞ。おー、立ち上がってください。私、立ち上がろう、いきますよ、3、2、1、ファイヤー。はい、ちょっと撮ってきます。お待たせしました、髪の毛。どうやって入ろう、いつもどうやって入ってるっけ。こんにちは。はい、持ってきました、充電器を。ショールームは本当にですね、充電をパクパクと食べてしまうんで、充電しないといけないです。ちょっと調整します。はい、失礼しました、こんばんは。そうですね、そう、舞台まであと舞台初日まであと1週間で、びっくり。びっくりなんですけどね。でもなんかどうだろう、うわーもう間に合わないって感じではなくて、結構もうそう、稽古が順調に進んでて、どんどんずっと毎日ほぼ毎日投資して返してみたいな感じなので、いっぱい投資はしてますね。そうです、でも自分の個人的にその全体はもう全然すごい、どんどん出来上がって完成に近いんですけど、自分的にはまだまだなので、ここをこうしようみたいな、こうしようっていうか、ここがなんかなみたいなのがいっぱいあるので、それをあと1週間でどんどん磨いていきたいと思いますね。え、お仕事で行けなくなって悲しい、悲しいです。それはよかったら、配信が来れないっていう方は配信がありますので、なんだ、1週間アーカイブ付きの配信があるので、よかったらそれで見てください。はい、楽しみにしててください。
そうそう、意外と、そうですね。確かに始まったら4日しかないんですよ。ね、早、マジムリの時は1週間ぐらいあったので、もう絶対あっという間だなって思います。そう、こんばんは。あーちゃん眉毛の描き方変えた？なんで？ 変えて、あ、でもかなり日々変わってるかも。前髪が変わったのかな。変になった？ でも眉毛って一番大事って言いますよね、顔の印象をあれするのに。一番眉毛が変わるって聞いたことある？どうかな。こんばんは。あ、タカ子のビジュアルが良かった。素敵でか、ありがとうございます。ツイッターにビジュアル撮影の時の写真を載せたんですけど、ちょうどこのなんか青い、そう、 OL は青いっぽい衣装で、マダムが赤っぽい衣装なんですけど、最近はだから、まあでも青い服ってあんまり持ってないんですけど、できるだけ青をちょっと着たり、いや青は着れてないか 青は今日だけなんですけど、あと OL なので、なんかズボンとかじゃなくて、ちょっとスカート、短いスカート履いたりとか、そう、短いのがちょっと厳しいな、今日寒いしみたいな時は、長くてもスカートにするようにしてます、なんとなく。そう、でもお稽古場行ってお稽古する時はもう着替えちゃうんですけどね、レッスン着。そう、テロップはなんか出そう。でも今日本当にちょっと11時ぐらいまで で終わっちゃうんですけど、なんて書こうかな。こんばんは。なんだろう。水色の服です。こんばんは。ちゃん、青似合うと思う。本当ですか？嬉しい。イエーイ。赤も似合うって言われたことある。なんかあのパーソナルカラー、自分に似合う、自分に何の色が似合うかみたいな診断とかあるんですけど、やってみたいな。やったことない。結構そういうの信じちゃうっていうか、左右されるんで。そう、でも最近は全然話違うかもしれないんですけど、なんか優柔不断をやめようっていうか、別にやめようとはしてないんですけど、早く決めることを意識して生活してます。なんかね、頭の回転を早くしたいなと思って、それでどうやったら頭の回転が速くなるんだろうって調べたら、何事も即決するっていうのが出てきて、おお、なるほどと思って、私はもう本当になんかこれ、なんかこっちかこっちかどっちか、お菓子選んでくださいとか、でもこっちを食べたらこういうメリットとデメリットがあってとか、こっちを食べたらこういう風になるかなとか、なんかめっちゃ考えて、結果どっちがいいかなって考えて考えて、いやどっちも同じぐらいいいけど、私が重視するのはどっちだ、この要素を重視しよう、いやじゃあこっちを選ぼうみたいな感じで、すごい全てのあれを想定して、予想して、自分が後悔しない方を選びたいみたいな、そういう欲張りなところがあって、結構考えちゃうんですよ、本当に。ただのお菓子にしても。そうだからね、それをできるだけ、別にどっち選んでも同じなので 結局なんか、あとお店とか
例えばお昼ご飯どっかで食べようみたいな一人でなって、どってこうでテクテク歩いて、あなんか見つけたところに入ろうとか思うんですけど、すごい例えば一個パスタ屋さんとか見つけて、あー美味しそうだけどもうちょっといいのありそうだなみたいな、なんかこういやでも私もパスタじゃない気がするなとか、なんかすごいね、なんて言うんですかね、なんかその最善のベストな選択をしたがるんですけど、そうここで入って全然美味しくなかったらどうしようとか思ったりするんですけど、でもそれも入んないと分かんないからね、入ったことでそのあここはちょっとそんなに自分の口に合わないなっていうのもを分かったっていうことをよしとするっていう何を話してるのかよく分かんない。そうです、緑が似合いそう。本当ですか何が似合うんですかね、なんだろう、こうやって画面で見ると水色とか似合うんですけど、実際に会うとオレンジとかの方が似合うかもしれない。こんばんは。やっぱりはーちゃんらしいって、皆さん知ってたんですか。そうなんだ。私はだからその最近は、いやでもちょっとその癖で、この間も差し入れが、差し入れというかあのキャストの共演者の方が吉岡真由さんがなんかお菓子を作ってきてくれたんですよ。でマフィンかクッキーかどっちかを選んでくださいみたいな言われて、どうしようと思って、あの最初パッて食べたいって思ったのはマフィンだったんですよ。なんでかって言ったらあの食べ応えがありそうだなって思って、お腹空いてたので、その時クッキーはまあちょっとで終わっちゃうなって思って、でもそのクッキーのデザインが可愛くて、アイシングクッキーで、そう、うわーこれ写真とか撮ったらもう可愛いし、すごい見た目に惹かれるって思って、アイシングクッキーもすごい好きだし、でもマフィンは絶対お腹を満たしてくれるなとかめっちゃ考えて、いやいや私は即決するんだって思って、ちょっとアイシングクッキーを横目に見ながら、あークッキーにすればよかったかなとか思いながらマフィンを取って食べたら超絶美味しくてよかった。すごい今言葉にしたらすっごいめんどくさい人だなって思いました自分でも人ってこんなもんなんですかね。ね、そうしているうちに家に着いちゃうとか、確かに あるなんか本当にお店、どこのお店に入ろうと思って歩きながら考えてたらもうめっちゃ時間経ってて、この時間無駄じゃんみたいな普通にありますね。そう、あるあるお菓子の選択の時はいいかもしれないけど、 MC の時はリズムが大切。確かそう、そうなんです。だからそう、私は本当にそれで頭の回転早くしたいなって思ったので、最近の目標は即決断です。頑張りますはい、ねえ、そう、未練たらたらでマフィン食べたら美味しくて全部忘れました。うん、コツ、即決のコツですか。もうなんかそのだからさっきの考え方をすること、あの結局それベストな選択なんてないんだって、はい、私が選んだのが全てベストな選択
なんて言うんだろう、難しいですね言葉で言うの。そう、こっちとこっち A と B があって、 A を選んで、わ全然お口に合わないみたいになって、あー B にすればよかったって思うんじゃなくて、あ A はお口に合わないってのが知れてよかったなって考えたら、次は B を選んだりするし、そういうだからのが、そう思うことで選びやすくなるということです。はいことでございます。私もなかなか即決できない。お揃いですね。いや本当にそのお店選びもそうですけど、お店に入ってメニュー選ぶときも本当にしんどい、しんどいです。だからスターバックスコーヒーさん、スターバックス、スタバに行ったりするんですけど、その時もスタバって本当に山ほど種類なんかメニューがあるじゃないですか。でなんか私はそんなすごい優柔不断っていうか、なんかその即決できないとか言いつつ、いつもと同じの頼むのはあんまり好きじゃなくてどうせならなんか新しいものを食べたり見たりしたいなっていうタイプなので、いつもと同じじゃなくて違うの頼みたいって思うから、あの混んでた方が嬉しい。並んで、そうなんかカフェとかってメニューがさ、その店員さんの前にしか置いてない、レジにしか置いてない時あるじゃないですか。あれ難しい本当に、その店員さんの圧とさ、なんかそのちょっと手前にメニューだけ置いてくれてるカフェとかもあるんですけど、そうだからスターバックスに行った時はちょっと多少並んでた方が、その並んでる間にあの飲み物はまあいいとしても、食べ物とかはそのウィンドウみたいに並んでるところからこうやって遠くからめっちゃ定めて、あれかあれにしようみたいなそうだからちょっと並んでた方が、あよかった思いますね。そうです。でも最近はまたそのいっぱい種類があるけど、また来ればいいじゃないっていう目線で、はい、いやなんか違うの。えでもこの間なんか面白いかわからない話あるんですけどそのスターバックスさんに行って、あ今日も新しいの頼むぞって思って、で本当に何だか分からずに頼むんですよ。なんかカタカナで全部書いてあるのでなんかよく分からないんですけど、何事も挑戦だって思って頼むんですけど、でこの間はなんかエスプレッソっていうのがあって、エスプレッソって聞いたことあると思って、なんか普通のコーヒー、ノーマルのコーヒーかなって思って、エスプレッソ一つくださいって言ったんですよ。そしたらなんかその店員さんも多分新しい新人の方で、あみたいな、でなんかレジに打ってくれるじゃないですか、お会計だから。だけどエスプレッソっていう多分ボタンが見つからなくて、先輩の人にエスプレッソってみたいな感じで聞いてて、でもちゃんとメニューのところにあるんですよ。だからって思って、そしたらなんかソロでよろしいでしょうかって言われて、でなんかワンプッシュだけなんですけどみたいな言われて、で私はそのワンプッシュのコーヒーになんかこう溶かしてみたいな、その濃さがワンプッシュなのかなと思って、あ大丈夫ですみたいな、でこっちもちょっと初めてでわたわたしてるから大丈夫ですって言って、分かりましたって会計して、でスターバックスはその場じゃなくて違うところ、受け取り口で受け取るので、そこで待ってたらなんかめっちゃ不思議そうに、あエスプレッソソロですみたいな、いいのかなみたいな感じでこうやって渡してきて、であのコップじゃなくて紙コップの方、なんかお持ち帰り用の方で、でありがとうございますって受け取った瞬間に軽っってなって、コップ軽っってなって、え何これ全然入ってない、本当にコップこれぐらいあったらこれぐらいしか入ってないなって、この見えないんですけど、なんかえ何これえって思いながら席に行って、後で調べたらエスプレッソはなんかその本当に濃い抽出したコーヒーみたいな、コーヒーの原液みたいなやつで、本当はそれをなんか牛乳
ミルクとかなんか溶かしたりして飲んだりするらしくて、まあそのまま飲む人もいるけど、結構なんかマニアックっていうか、なんかプロみたいな、本当にコーヒー好きな人が飲むみたいなやつらしくて、私もそのコーヒー一杯で勉強をしようっていう気でいたので、だから本当にでももう一回頼みに行くのもちょっと気まずいから、その30ミリ33センチぐらいのエスプレッソで本当に3時間ぐらい勉強しましたけど、本当に3口ぐらいしかなくて、そう知らなくて、後でだからなんか席に座ってすぐエスプレッソスタバって検索してそれで知りました。そう知らなかった。ちょっと恥ずかしかったですね。ね、ソロだから本当にワンプッシュみたいな、プシャッっていうだけで、だけのやつ出てきて、しかもそのなんかストローとかガムシロップとか砂糖とか置いてあるところでも何にも取らずにそのまま行ったので、ちょっと恥ずかしかったです。そうでもそれを経験したことによってエスプレッソっていうものが分かった。それで3時間、そうなの。でもその本当に紙コップで良かったなって思ったのは中身が見えないのでわかんない。そうどのぐらい残ってるのかわかんないから。エスプレッソ事件でした。びっくりしたね。カタカナはね本当にわからないです。困ったらなんか前まではカフェ行ってに行って困ったら迷ったらアイスコーヒー頼んでたんですけど、最近はラテ、アイスカフェラテ、カフェラテが好きだと気づいた。それは学びました、はい、でもスターバックスのやつはなんかいろいろ試してみたいなって思いますこれからも挑戦していきます。はい、小さいコーヒーカップで出てくるんだ、すごい。多分さ、それとなんかさ甘いものとか本当に苦くて、でも私すごい好きだなって思いました。エスプレッソ好きだなって、なんか2みたいなんですけど、好きでしたけど少ない。とにかくなんであんな少ないんだろう。そうだから多分あれとなんか違う甘いもの食べたりなんか違うもう一個飲み物飲んだりするんだろうなって思った。冬はホワイトモカにショット追加が好き。何それ、美味しそう。それやります。ショットってエスプレッソのことですか。それは本当の使い方じゃない、エスプレッソ。だから多分エスプレッソだけで頼む人がいないから、そのレジの打つボタンにもなかったんだと思いますね。困ったらアイスコーヒー。確かにそう、なんかそのお店のねあれが分かりますよね。コーヒー一番上に書いてあるやつ。母ちゃんの目めっちゃ綺麗だね。ありがとうございます。滑らない話でした。滑らなかったですか？お母さんにはめっちゃ笑われたけど。ね、カフェの話でした。私の大好きなカフェ。カフェに行くのが本当に好きです。大好きな時間。はい。では。そろそろ11時を過ぎたので終わりにしよう。じゃあ最後に夜ご飯クイズをして終わりにしたいと思いますね。さっきさん、こんばんは。
ショールームで大喜利確かにいつかしたいけど、どうやって、あ、携帯とかでお題を調べるか。あ、ではあれ、そっか、メールで言っちゃったのか、くーメールで言っちゃったんだ。じゃあ、今日の私の、メールだって、そう、生姜焼きだったんですけど、なんかね、いろいろあったので生姜焼きと、もう一個あったおかずは何でしょうか。ヒントは、これなんていう料理名かわからないんですけど、なんか、なんだろう、あれはちょっとわからないな。じゃあ、あ、わかった、今日の私の夜ご飯に出たお味噌汁の具は何でしょうか。ちなみに2種類の具が入ってたので、2種類とも当てた方が正解とします。それではどうぞ。じゃん、じゃかじゃかじゃ、かけました。そこまでです。カン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 。はい、では細かいですよ正解者の方いるのでしょうか。いるかな。そこまでです。いるかな。しょうさん正解です。おりんごさん正解です。じゅんさん正解です。えすなしさん正解です。マイケルジョーダンさん正解です。待って、見落としてそう。キョロタンさん正解です。待って、見落としそう。なんだっけ、自分でも正解忘れちゃう。よしのりさん正解です。メキシカンサンタさん正解です。和弘さん正解です。あー難しいぞ、2個は難しい。デキさん大好きさん正解です。難しい。川崎のヒデさん正解です。ナタミさん正解です。エスナシさん正解です。早送りカレーうどんさん正解です。お母さんの愛情、確かに入ってましたね。はい、では正解はこちらです。どどん、あ、これじゃない、こちら。正解は豆腐とわかめの味噌汁でした。イエーイ、すごい、一番私の中では王道のお味噌汁でございました。ありがとうございます。イエーイ、そう、美味しかったです。もうあったかくて、あー、しみるってなりました。はい、ではこの感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ではですね、最後に、あ、ランキングを読みますね。あと今ね、お話し会が受付中です。あの、本当にあれですね、18日明日のお昼まで受付が、なのでよかったら来てくださいなんと4月9日のお話し会が極小っていう、もうあと少ししかないよっていうやつで、その4月9日のはもうその再販とかないです。あの、本当に明日のお昼までしか受付してないものなので、ぜひお越しくださいストレート。いや、でもびっくり、なんかその極小とかだと受付の
ところに名前がね出るんですけど、初めてわかんない、初めなんか記憶上では初めてそこに名前が載ったのでびっくり、嬉しかったです。はい、ぜひお待ちしてます。ではランキングを読みたいと思います。第13位の方から、たけひろさんありがとうございます。キョロタンさんありがとうございます。はるかなるそらさんありがとうございます。うっちーさんありがとうございます。じゅんさんありがとうございます。おりんぐさんありがとうございます。ひまわりさんありがとうございます。マイケルジョーダンさんありがとうございます。ポニーテール最高さんありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。スピーナさんありがとうございます。しょうさんありがとうございます。そして第1位は山ちゃんさんありがとうございます。マッスルということで、皆さん見てくださってありがとうございました。楽しかったです。はい、また明日からも頑張りましょう。では終わってしまいます。最後に自己紹介して終わりにしたいと思います。ではマイクを向けたらクローズって言ってください。はい、行きます。あなたの視線と私の視線をクロース。ありがとうございます。埼玉県出身村山チーム4のはーちゃんこと黒瀬はるかでした。ありがとうございました。バイバイ、ありがとう、またね、バイバイ。あれ終了してる。